リボソーム、リボソーム、またはリボゾーム、ライボソームは、あらゆる生物の細胞内に存在する構造であり、素面小胞体に付着している膜結合リボソームと、細胞質中に存在する有利リボソームがある。mRNA の遺伝情報を読み取って、タンパク質へと変換する機構である翻訳が、行われる場である。大小二つのサブユニットからなり、これらは、タンパク質。 リボソームタンパク、ライベソマルプロテインと RNA、リボソーム RNA なライベソマル RNA の複合体である。細胞小器官に分類される場合もある。2000年、X 線構造解析により立体構造が決定された。リボソームは RNA の情報からタンパク質を合成するという、容易ならざる作業を正確に行うため、 大きく複雑な構造体となっている。リボソームは50種類以上のタンパク質と、少なくとも3種類の RNA 分子から構成され、分子量としては、大腸菌では 2.7mDA、哺乳類では 4.6mDA にもなる。またミトコンドリアや葉緑体も、独自に新生細菌のものと、類似したリボソームを持つ。新生細菌と個細菌には、細胞核がない。 つまり転写と翻訳が同区画で行われるため、リボソームは転写されている mRNA に速やかに集まり翻訳を開始する。新生細菌や古細菌の平均的な翻訳速度は毎秒20アミノ酸で mRNA における60ヌクレオチドである。この値は RNA ポリメラーゼによる合成速度である毎秒50から100ヌクレオチドに近い。深刻生物では 核と細胞質が核膜によって隔てられているため、mRNA は様々な就職を受けた後、リボソームのある細胞質へと移行する必要がある。深核生物の翻訳は、毎秒にから4はアミノ酸という、ゆっくりした速度で進む。一本の mRNA に、複数のリボソームが連結した状態を、ポリリボソーム、パリライベソーム、または、ポリソーム、パリッサムと呼ぶ。 小胞体のうち、素面小胞体上にはリボソームが大量に結合している。リボソームは、リボソーム RNA とリボソームタンパク質の複合体である大小2つのサブユニットからなり、それぞれのサブユニットは、遠心力をかけた時の鎮光速度によって名付けられている。鎮光速度に使われる単位は、スベドベリ、スウェドバーグ、略して S で、S が大きいほど、 進行速度が速い。新生細菌と古細菌では、小さいサブユニットは 30S サブユニット、大きいサブユニットは 50S サブユニットと呼ばれ、この二つからなる完全なリボソームは 70S リボソームと呼ばれる。30S と 50S からなるリボソームがなぜ 80S ではなく 70S なのかというと、人工速度は質量と形態の両方で決まるためである。深核生物のリボソームは、 少し大きく、40S サブユニットと 60S サブユニットからなり、合わせて 80S リボソームとなる。スベドベリ単位は、名を区別するのにも使われる。例えば、新核生物の 60S サブユニットには、160ヌクレオチド、120ヌクレオチド、4700ヌクレオチドの3種の名が含まれるが、それぞれ 5.8S な、5S な、28S なと呼ばれる。 リボソームの基本的な機能は全生物で概ね共通するが構造は各ドメインや境ごとに少しずつ異なる。例えば古細菌や新生細菌で 23S なと呼ばれる RNA は新核生物では2つに分かれており 28S な、5.8S なと呼ばれる。タンパク質は新生細菌が57、有利古細菌が63、クレン古細菌が68、 深核生物が78、新生細菌のものが他の生物とやや異なる。深核生物は個細菌のものをほぼ引き継ぐ67のタンパク質が共通するが新たに11のタンパク質が追加されている。リボソームはコドンに応じてトレナが運んでくるアミノ酸を連結させ、ペプチドさを作る反応を触媒する。小サブユニットには暗号解読センター、 リコーディングセンターがあり、mRNA のコドンを一つ一つ解読して、トレナと結合させる役割を持つ。大サブユニットには、ペプチジル転移酵素中心、ペプチジルトラフランスセンターがあり、ペプチド結合の形成に働く。ペプチド結合形成の触媒作用の中心的な働きは、タンパク質ではなく厳密に折りたたまれた長になっている。 名はリボソーム内部でコアを形成し、リボソームタンパク質は通常リボソーム表面に存在して折りたたまれた名の隙間を埋めている。リボソームタンパク質の主な役割は RNA コアの安定化である。このほか、翻訳の開始、集結地点の決定、翻訳の制御、維持などもタンパク質が行っている。リボソームや翻訳を阻害する薬剤は、 生物のタンパク質の合成を停止させるために毒性を示す。例えば、毒物のリシンはリボソームを不活性化することで毒性を発揮する。ただしその一方で、リボソーム阻害剤は病原細菌の増殖停止を目的にした感染症の化学療法薬にも利用されている。新生細菌と人などの真核生物ではリボソームの構造が異なるため、 新生細菌のリボソームにのみ特異的な阻害剤は、病原細菌に対する毒性は高いが人に対する毒性が低い、選択的治療薬として働くためである。このような薬として、抗生物質である、アミノグリコシド系化合物、ストレプトマイシン、ネオマイシン、カナマイシンやテトラサイクリン、クロラムフェニコール、マクロライド系化合物などが挙げられる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。